所属チームは小倉南 FC です。今日のトレーニングの目標は昨日の自分よりもっと強くなることです。4年の4月に始めました。同じチームにライバルがいるので、ライバルより強くなるために入りました。入ってない時よりいろんなことが知れたりして、キーパーに対して関心を持ったりできました。今後の目標は同じチームにいるライバルに勝って1番を取ることです。6年です。所属チームはラサスカツキです。今日のトレーニングの目標は昨日の自分を超えてちゃんと真面目に練習することです。4年生の中盤ぐらいの頃と思います。このキーパースクールに来る前に違うところのキーパースクールに行ってて、お母さんがそこじゃなくてこっちのキーパースクールの方がいいよ、もっと強くなれるよと教えてくれたので、こっちのキーパースクールに入りました。分からなかったことが分かって、さらにもっと強くなれて、みんなに安心できるようなキーパーになれたことです。 OK、 交代し、今後の目標は全日やフジパンカップに出て優勝することです。中学2年生でアルファです。前に出るタイミングをしっかり取っていきたいと思います。中学1年生の2学期ぐらいです。中学1年生の時はクラブチームじゃなくて部活に入っていたので、物足りなさを感じていたので、キーパースクールに入ろうと思いました。普段部活で教えてもらえないことを詳しく教えてもらえるところです。新しくクラブチームに入ったので、そこでしっかりチームメイトと馴染んで試合でもっと活躍することです。